こんばんは。こんばんは。ついに昼間夫婦の夢が叶いました。夢はいっぱいあるんだよね。あるね。いろいろ。クラシックの CM に出るとか、うん、お母さんお絵描きですよ。あれ、ドサンコワイド。奥さんだった。うん、お母さん。お絵描きですよに出るとかね、うん。いろいろあるんだけど、その中の一つ。一つがついに叶いまして、叶いました。今日発表させていただきます。いやー、こんなことあんだね、本当に。実現すると思わなかった。ケイになさい。いいえ、ケイと言いなさい。ケイになさい。ケイと言いなさい。なんと、この度、日沼夫婦プロデュースプレゼンツフューチャリング、フューチャリング、そこ何でもいいから、日沼夫婦監修、監修の監修っていうか、もう本当に結構メインで、まあそうか、うん、日沼夫婦のオリジナルのアイスクリームを発売することになりました。すごくない？もうね、めちゃくちゃ嬉しい、うん、めっちゃ嬉しい、うん、ちょっとこうなった経緯を、うん、なんでゴミ拾うの今、うん、ちょっとこうなった経緯をさらっとお話しするんですけど、あの、私たちの動画見てくれてる方ならご存知の通り、うん、私たちソフトクリームが大好きなんですよね、うん、でキャンプの帰りは必ずソフトクリーム屋さんに寄るっていうのがマニックルーティーン、ルーティーン、うん、でその中でもチョコでもなくバニラでもなく牛乳ソフトが大好きなんだよね。大好き。で、まあ、ちょっと自分たちでもだいぶ牛乳ソフトマニアかなって思ってきてるぐらい、多分そうだと思う。だって茨城でも探してたもん茨城で聞いたもんね、地元の人に、うん、牛乳ソフトってないんですかってで、あれ意外とあったんだよね、茨城には。道の駅に一回だけあって、意外とあったっていうか、うん、一回だけ見たよね。見た、うんうん、食べたよね。食べた。普通にまあ美味しかったけど、うんうん、まあ、それぐらい好きで、うん、そのもともと自分たちでこう何か作ってみたいねみたいな話はしてて、それはすごいぼんやりしてて、うん、まあ、自分たちの例えばグッズなのか、うん、キャンプギアとかなのか、まあ、例えばね、うんうん、まあ、居酒屋なのかとか、自分たちがこう何かを作って、うん、もしそれを皆さんに届けられたらすごいやっぱり楽しいことだよねみたいな話はしてたんだよね、うん、でもその中で本当に自分たちが好きなもので、うん、熱中できるものというか、そうそうそう、うん、全国の人に絶対届けたいものってなんだろうって考えた時に食がやっぱり強くて、うん、でその食の中でも、まあ、海鮮かアイスか、うん、そう思う、ね、でも海鮮を届けるってオリジナルのね、うん、海鮮を届けるって意味が分からない、意味分からない、うん、まあ、できないでしょ、うちらがもう、うん、イケスみたいなのを確保してて4年ぐらいホッキの種から育てるやってみたいけどねやりたいんだけど、それはアイスっていう話が上がってきて、うん、で、あの、私たちの YouTube に来る南の方の方が特に多いのかな、うん、牛乳ソフトってそっちは主流なんですねみたいな、うんうん、こっちはバニラが主流ですけど、うん、牛乳アイスってどういうことですかみたいな、なんかバニラが牛乳じゃないんですかみたいな人もいるし、うんうんうん、ま、バニラも牛乳からできてるんだけど、うん、牛乳ソフトはこうちょっと牛乳っぽい なんて言うんだろうね、うん、生乳っぽい味がする、そう、すごいミルクっていう、そうそうそう、うん、から、まあ、それが好きなんだけど、北海道にキャンプとか旅行に行った際にはぜひ日沼さんたちが好きな牛乳ソフトを食べてみたいですみたいなコメントが結構来てたんだよね、うん、それで、あ、じゃあアイスをもし全国の人に届けられたら、それってめちゃくちゃやりたいことかもって、めっちゃ面白いかなと、うん、いう話になったんだよね、うん、キャンプ場とかでさ、こうやってさ、あ、そうそうそう、とかね、いや、妄想してたんだよ、うんうん、で、あの、まあ、今ケン言ったみたいにちょっとワゴンみたいなのに乗ってこう全国を回ってね、うん、例えばそのソフトクリームをこう提供するみたいなのも一つやりたいんだけど、うん、まあ、ちょっとそれはいろいろ準備が必要なことで、うんうん、その前にカップアイスで牛乳ソフトを詰めて郵送で送れたらっていう話になったんだよね、うん、で最初はそんなカップアイスとかできるかなとかは考えてなくて、そうだね、うん、できないと思ってたから、そうだね、
キャンプの帰りによく行くミルクマスタッシュっていうお店のソフトクリームが大好きで、うん、である日言ったんだよ俺らがね、ソフトクリーム作らせてもらえないですかってちょっと提案したところ、まあ、ご夫婦で経営されてるんだけど、そのご夫婦が前向きに考えたいって言ってくれて、うん、そこからスタートした、うん、それが何ヶ月前だ、結構前だよね、夏ぐらいかな、うん、そうだね、うん、夏の終わりぐらいに、うん、なんかソフトクリーム屋さんでも自社でこう材料を混ぜて作ってるところもあれば、うん、まあ、なんか違う方法で作ってるところもあるんだけど、そのミルクマスタッシュさんは自社で機械を持って作ってて、うん、で牛乳とかも選んでね、うん、かなりこだわって作り上げてるアイス屋さんで、うん、で最初食べた時感動したよね、うん、めちゃめちゃうまかった。無添加って書かれてて、いや最初どうなんだろう、無添加で美味しいってことあるのかなって思ったんだけど、めちゃめちゃうまくて、罪悪感もないし、 そのコンセプトとして子供がむしゃむしゃ食べても安心できるようにみたいなコンセプトがあるらしいんだけど、なんかその無添加っていうのがね、うん、すごい響いて、無添加で美味しいっていうのがもう素晴らしいな、すぐ溶けちゃうらしいんだよね、うん、その入れてないから、うん、だから渡された時に無添加なので溶けやすくなってるので早めに食べてくださいって言われたんだけど、なんかそういうのも、あ、無添加だったら溶けやすいんだみたいなさ、うんうん、すごい感動して、2年ぐらい通ってるよねうちらね。そうだね、2年近くね。で僕らの YouTube もね、ありがたいことに見てくれてて、うん、あのステッカーとか飾ってくれてるんだよね、うん、まあそういうこともあって実現に至ったっていう感じなんだけど、うん、何回も試食会をして 0.1% 刻みで調合して考えたんだよね、うん、もうちょっと甘さ控えめでもいいかなとか、もうちょっとこの鼻に抜ける感じにならないですかとか、うん、ねえ、うん、しかもさ、食べて2個目、うん、次違うその割合のやつ食べたらさ、もう2個目から舌がちょっとこう慣れちゃってよく分かんなくなったりしたんだよね、うん、なるだから30分ぐらいお水とか飲んで30分ぐらいなんか1回アイスのこと忘れてまた今初めて来ましたぐらいの感じで食べたら、うん、食べないとなんかこうゼロで見れないみたいなこともあって、とにかくかなりじっくりオリジナルの味を開発しました、うん、最後本当に納得できる味ができて本当に良かったね、うん、マジでハイタッチしたよね、ハイタッチした。もともとそのミルクマスタッシュさんはミルクのアイスを出していたので、もうすでにめちゃくちゃ美味しいベースはあったんですけど、うん、まあ、それを食べた上で私たちがひぬま夫婦オリジナルだったらこういう味にしたいなっていうのが私たちにもあって、うん、そこにこう近づけるようにまた再開発してくれたっていう感じなんだよね、うんうん、ということで小さなお店なので、うん、2人でやってるから数量限定にはなるんですが、うんうん、2人で一生懸命梱包、うん、私たちもね行けるときは手伝ってやろうと思うんだけど、販売元はそのミルクマスタッシュさんなので、うん、ちょっと数量限定にはなっちゃうんですが、うん、ぜひ皆さんにも特に、ね、牛乳ソフトって何みたいな思ってる方は試してみてほしいなと思います。こんな感じで箱で届きます。この完全なる完成品を見るのは私たちも今日が初めてだ、うん、おあ、これちょっとまだ隠そう、まだ隠そう、隠すこんな感じで届きます。ミルクマスタッシュの本来のロゴがこの狼さんなんだよね、うん、なんだけど、ひぬま夫婦コラボってことで、うん、狼さんの上にシマちゃんが2匹乗っております。ちょこんって。で、これもね、結構一生懸命作って、ね、あの自分たちがこのアイスを作るまでの経緯とか、ね、うん、あとはそのミルクマスタッシュさんの思い、うん、そのグラスフェッドミルクを使ってますよとか、うん、無添加無着色ですよとか、あのちゃんと国家資格持った成果の衛生士、うんが作ってますよとかっていうことが書いてあって、うん、後ろには食べ方も書いてあるんだよね、うん、これを中身がこんな感じになっております、うん、ちゃんとここもあの、うん、私たちとミルクマスタッシュさんのロゴのマークになってます、うん、あ、これは説明しとく？あ、そうだね、うん、今ここにピスタチオっていうのもあるんだけど6個入りのセットなんだよね。で、牛乳ミルクの
6個入りのセットが1つとピスタチオが半分入った6個入りのセット、この2種類販売される形、うん、これは3つ牛乳、うん、3つピスタチオ、うん、私たちが一緒に味を開発したのはこのミルクだけなんだよね、うん、このピスタチオはもともとミルクマスターさんがオリジナルで出してた超人気の味なんだけど、うんね、これが入ってるバージョンも選べますと、うん、このピスタチオめちゃめちゃうまい、うんうん、ピスタチオってだけで本当にもう、うん、うわこれはやばいよ、ちょっとこんなぎっしり入ってんの、うわめっちゃ美味しそうなんだけどやばてかね、美味しそうっていうか美味しいのさこれ普通にうちら自分たちで買ったことあって、うん、もう、うまかったね、家で、うん、食べたもんね、うんうん、食べたんだけどめちゃくちゃ美味しいんだ、うん、でこっちが私たちと一緒に作った味の牛乳ね、うん、これもね、うん、これ今食べます、はい、5分経ったら常温で5分ぐらいしてからが食べ頃なのでこれ今食べます、うん、どっちも6個牛乳がいいよって人は6個牛乳のバージョンも選べます、はいはい、ピスタチオ6個はないよね。はない、うんうん、だからピスタチオ33かミルク6個そう、うん、溶けたかな溶けてる溶けてるってかこうちょっと指で押して柔らかいかなぐらいが あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、うん、あアップするいくよ、うん、うわちょうどいいいい剣食べて、うん、いいよ食べる食べなさい、いやいい食べなさい食べなさい剣食べなさい、おいしいおいしい、あもう完璧な味だ、うん、今もあの口がリセットされてるから、うん、そうだよね、うん、うわ抜けるこの感じめちゃめちゃいい、完璧です、ドンピシャだと思うよ、おいしいね、おいしい、本当に美味しい、本当に美味しいと思う、ピスタチオ若干溶けるの早いか、こんな感じです、うわねっとりねっとり、これめちゃめちゃうまいよ、これえ、乗せてなかったね、あ肝心なの乗せてなかったあの、今忘れてたんですけど本当ね、緊急事態だ、これはまあこれだと、なんていうの、ちょっともうちょっとね、プラスアルファでなんかやりたいよねっていう、私たちらしさみたいなのを出したいよねっていう話になって、うん、そのパティシエさんが一生懸命考えてくれたものの一つがこのシマンのこれちょっと見えるかな、こいつがねメレンゲで作ったシマちゃんのお菓子なんだけど、うん、これがもう可愛いんですよ、めちゃくちゃ可愛いのよ、うん、で本当はあの食べる前に あ、アマゾン、アマゾンメレンゲ島、メレンゲ島、これがもう本当に手作りで一個一個抽出して手で描いてるから、うん、一人一人顔も違うしサイズも違うんだよね、こいつはもっとちっちゃい、そうでなんか基本はこのメレンゲ島は一つなんだけど何個かに一個、何個だっけ、10個に一個ぐらいだっけ、うん、あの当たりでこのチビ島もチビ、うん、2個入ってるお楽しみ感とかもあって、そうそうそう、なんであの2個入ってた方はラッキー、うん、ちょっと当たりっていう感じで、あこのままもう飾ってもいいんだけど、うん、なんかもったいなくて食べれないから私ならちょっと飾っちゃうかもと思ったんだけど、アイスの上に乗っけてこう写真とか撮っても可愛いんだよね、うんうんうん、ちょっと私たち今食べることに夢中でこれを乗せるっていうことを忘れてたんだけど撮影の時に撮ったものがこちらです、こんな感じ、こんな感じになりますので、うん、こんなお楽しみもついてます、居眠り島とかもいた、いたいたいたそう顔がみんな違うのね、うん、そしてもう一つなんか祝発売記念で特典みたいな感じなんだけど、うん、ミルクマスタッシュさんとの記念のステッカー、うん、も作ったのでこれもついてきます、はい、箱に入ってます、かわいいなこれはもしかしたらずっとついてるか分かんないんだけど、うん、ちょっと発売記念特典みたいな感じで最初注文してくれた人には皆さんについてきます、うんうん、あちょっと私もピスタチオ食べよう、うん、いやピスタチオうまいわ、絶対みんな好きで、いやこれ絶対好きで、甘すぎないんだよね、うんうん、だからまあお子さんと食べてもいいし
ちょっとお子さんが寝た後に大人だけでいいね食べるみたいな、なんか贅沢スイーツみたいな感じでもいいかもしれない。でこのピスタチオが入ってるバージョンは牛乳ソフトだけのやつよりもちょっと値段が上がるんだけど、うん、このピスタチオがもうめちゃくちゃいいピスタチオ使ってて、うん、結構世界的に美味しいと言われてるピスタチオをわざわざ取り寄せて作ってるみたいで、うん、とにかくこだわりがすごいからぜひこれは食べてみてほしい。食べてほしい、うん、なんかこれ北海道民のあるあるなのかもしれないけど、なんか冬結構アイス食べるの、うん、薄着でストーブの前でアイスを食べるっていうのが結構あって、うん、夏はソフトクリームを食べるらしい、やっぱり。ああそういうことか、うんうんうん、で冬は外で食べれないから、まあ、うちらは食べてるんだけど、うん、車の中で、うん、みんな結構暖房を焚いて、うん、家で食べるっていうのが多いみたいなんだよね、うん、だから北海道の方もね、まあ、逆にだから冬、うんうん、あそうだね、うん、出せてよかったなと思っております、うん、でその作ってるお二人、ミルクマスターシュのお二人も本当にこだわりと思いが強いお二人で、本当に素敵な出来事だったんだよね、うん、私たちにとって。本当に良かった、本当に良かった、はい、いやなんかこういう感じになったのもやっぱり日沼夫婦の YouTube チャンネルがあってこそっていうか、うん、もちろんもちろんもちろん、うん、それがなかったら絶対実現できてないから、いつも見てくれてる皆さんにも私たちの夢を叶えていただいて感謝です、うん、ありがとうございます、本当にありがとうございます。ちょっとあのクリスマススイーツみたいな感じで、うん、クリスマスプレゼント的な感じでもいいし、うん、お正月みんなが集まる時とかに食べてもいいし、うん、自分へのご褒美でもいいし、うん、買ってみてもらえたらなと思います。そして、この動画はその発売日に公開する予定なので、うん、まあ、今日、うん、今見てくださってる方が夜の7時に投稿されてるはずだから、このあと、うん、19時半かな、うん、から第1回目の販売を行う予定で、販売元はさっきもお伝えしたんですけどミルクマスタッシュさんが元になるので、うん、まあ、ミルクマスタッシュさんのベースっていうショッピングサイトがあるんだけど、そこで販売されるので、それは概要欄にリンクを貼っているので、はい、そこから飛んで見に行ってみてください。でそう、さっきも言ったんだけど2人でやってるから数量限定でしか売れなくて、それが発送終わったら次の受付、うんうんうん、でそれが終わったら次の受付ってみたいな風にしてくれるみたいで、うん、一応毎週火曜日っていう予定になってて、それは多分ね、うん、ベースの公式サイトに書いてくれると思うんだけど、うん、あの手が追いつく限りは毎週ある一定の時間にこう販売して予約を受け付ける予定なので、うん、まあ、多分僕らのインスタグラムのストーリーズもしくはミルクマスタッシュさんのストーリーズで定期的にその状況みたいなのはお伝えするとは思うんですけど、以上になります。ありがとうございます。いやー嬉しい ね。キャンプ系の YouTube やってる人でさ、なんか商品開発しましたって言ってさ、アイスなんか全く別なんですけどね、食べ物出すってなかなかないから、うんうん、いつもなんか私たちのキャンプギアとかをメインで見てる方はちょっとあんまりもしかしたら一致しないかもしれないんだけど、まあでもキャンプギアで見てる人、うん、見てないでしょ見てない、絶対見てない、ちょっとザラッとしてるよね、うん、ザラザラ系のカスカス系ではない、ね、ではない、うん、カスカス系はね、カスカス系ではない、ソフトクリームじゃなきゃ出せないのさ、出せない、うんこれをソフトクリームとして提供するっていうのも私たちのまあ一つの夢、夢ですね、うん、なので、うん、まあ、それは次の目標にでもしようかなと思います、うん、はい、これで回りたいね。いや回りたいね、ふもとっぱらとかでさ、うん、ワゴンで行ってさ、みんなにアイス配ってさ、いやめちゃいいじゃん、めっちゃ楽しそう。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。シマ、シマ、シマも関わってんだよ、このアイスにイラストになってんだよ。あ、ミルクマスタッシュさんの本来のこの狼のイラストは狼が前を見てるんだよね、うんうん、でもこの限定のイラストは上に、頭の上にシマが乗っかってるから黒目がこう上に行ってて、なんだみたいな、そう、シマのことをギョロって見てる狼になってるんだよね。 そんな小さなこだわりもありますのでよろしくお願いします